ですねえー、次に、成田芳生議員に発言を許します成田芳生議員。はい、えー、私は2件通告しておきました、えー、事案第2号、平成26年度、会津若松市一般会計予算歳出の部、第10巻教育士、第2項、小学校士、第1目学校管理士、昼、え、食、ー、関係士。えー もう一つでございますが、事案第2号、平成26年度会津若松市、一般会計予算、歳出の部、第10巻、教育士、第3項、中学校士、第1目、学校管理士、昼食関係士です。えー、これはの、これまでですね、私、この案件につきましては、あまず、この両案件は、互いに関係ございますので、一括して出任してまいりたいと思います。そしてまた、この案件は過去にですね、 だいぶ質にさせていただきましたので、今回も簡潔にです、ね、質問してまいりたいと思っております。それで,です、ねえー、平成にこの小学校および中学校の昼食運搬乗務委託料、平成26年度の予算はですね、えー、合わせますと、7489万2千円でございます。前年と比べましてです、ね 2, 失礼しました、219万2千円多くなってますが、その理由を説明いただきたいと思います教育部長。今回の予算額でございますが、平成25年と比較して、増額になっております219万2千円、これの主な理由は、消費税の増額による税額の、 上がることについての増額でございます成田芳生議員。消費税の増額分だということでございます。それで、ですね常務委託使用書や、ね、平成26年度のこの予算案についてですが、常務委託使用書や入力,入力あ、失礼しました、入札方法、それから契約額決定の 算方法などについて、前年度と変わった点がありましたらば、示していただきたい、それからまた、入札のためのです、ね、予定価格の設定はされたのかどうか、お尋ねしたいいと思います教育部長。えー、今回のおこの予算を挙げるにあたりまして、えー 使用概要をまあ業者に示しまして、業者から参考見積もりを調査いたしました。その手続きなどについては、前年度とお変わっておりません。以上でございます内田維新議員。別途、えっと、私が聞いたのはね、使用書、常務委託使用書、入札方法、それから契約,決定契約が決定の積算方法。 それから予算価格設定などの変更点はなかったのかということがございますが、全くなかったということでよろしいですか教育部長、えー。入札に当たりまして、えー、これから、えー、いわゆる、えー、予定価格の設定、さらに見積書の徴収、それから契約方法などについては、これからでございますので、えー、これから、法の。 財務規則などに従って、ですね適正に進めてまいりたいと、そういうふうに考えております、以上でございます内田芳生議員。それでは、ですねこれからだということでございますが、この予算案のですね算定根拠はどのようにされたんですか、これが一つ。それからですね、えーっと、これから決められそうでございますが、その点はやはり前年度と同様のなことを考えておられるんですか、その点をお尋ねします。 教育部長、はい、算定根,根拠でございますが、えー、使用概要を業者に示しまして、業者から参考見積もりを調します、そして提出されました参考見積もり金額の妥当性を精査し、参考とした上で予算要求額の算定をしております、えー、具体的には、一番最初にも給食の配送、食器の運搬、これを業務といたしまして、必要な往復回数、 これを1単位といたします参考見積もりはこの1単位を単価でいくらということで調子しておりまして、えー、予算額はその単価に予定している年間の運搬予定回数をかけましてそれを積算して定めたものでございます、えー、業,者の業者の選定方法ですが、えー、市が車両を所有する2センターにつきましては指名競争入札それから車両持ち込みの6センターにつきましては随意契約を予定しております以上でございます 成田芳生議員そうしますとね、その予定価格、まあ、要するに今回の予算案の中身でございますが、前年度と変わったところはないわけですよね、それでは確認しておきます教育部長。はいえー、今回のお予算が変わったところはないかというようなお話で、えー、ございますが。 えー、今回の予算額の主な理由といたしまして、消費税の増額によるものというふうに、まあ、ご,答ご答弁申し上げました、えー、理由としては、増額の主な理由はそういう内容でございますので、どうかご理解いただきたいと思います。以上ででございますすす成田芳生議員すらわちね消費税の増額分だけが 変更があったたたとといいいうここでござまますこれはも答弁だきしたそれじゃあ、この委託料の中にはです、ね、予算の中には、5年間分を前提とした随意契約でする乗車が、承知・投資した昼食運搬用トラック 11, 番11台分の大賃を回収してもらうための平成26年度分の車両損耗しや、車両関係費として修繕・整備費用、車検費用、燃料費、 自動車税、対人、対物の保険料、代外,外車両代、運行管理費用、そして一般管理としまして、委託予想額の 10%, 10など、参入されているんですか、確認しております。 教育部長、今回、車両受注する、受注者が用意するものといたしまして、車両の装備、修繕、整備に関する費用、それから車検の費用、燃料費、運行管理に要する費用、それから事故にか対する車両、対人および対物などの保険費用、それから車両の取得費用、それから車両に対する控訴・効果、 などが含ままれていいいるという内容でございます以上でございます成田芳生議員。その中で私が発,あの発言したの中に、高速効果、これちょっと私もね、あのお入ってたんですが、ちょっとお発言するのは忘れましたもんですから、ありがとうございました。これも入ってるということでございます。それでですね、えー、入札者の要件としまして、ですね、えー、入札者要件として乗務に必要な機械や設備、 父などを所有、あるいは準備せずともですね、応、え、札、ー、できるのかどうか、お尋ねします教育部長、えー、入札を予定しておりますのは、えー、2つのいわゆる、えー、市が所有をしているセンターでございますので、これにつきましては、機械の保持とかいうことは前提としておりません。以上でございます 内田議員大変質問が一言、欠落してまして申し訳ないといす。私は随意契約についてですね、要するに、えー、今、答弁なさったのは、市が所有している車両を使ってのお入札関係ですね、そうじゃなくて、随意契約でなさる、えー、入札しないたゆうしょう議員。あの入札 の要件あ失礼しました税税事税異契約の要件でございます。教育部長、えー、このお運搬事業当たりまして、えー、市はその運搬業務を行うところに発注することを考えております。従いまして一つは、えー、貨物自動車運送事業法に定める。 一般貨物自動車の運送事業の経営許可、それから運行管理者用の整備管理者、給食運搬のノウハウを持った運転手と人的な対応が,必要人的な対応が可能であること、それから運搬に必要な車両の整備が支障なく行えること、さらには食の安全を考慮した運送方法の要素に応えられることで、一番大事なんですが、えー、定時かつ時間帯の運送の必要から突発的な事態にも対応できるような人的、 設備などを有してていいるることとが要求されると考えてございますそれらのことから、えー、これらの運搬につきましては、運送事業者、これがまあ最適化というようなことを想定しております、以上でございます成田芳雄議員あのです、ね。そうすると、えー、これまで随意契約なさっているか、これはこの随意契約者を受け、受託した乗車をです、ね、に対して、随意契約するためにです、ね、5年間を前提とした単年度契約、 をなさってますねこれまでの答弁でもいただきましたけれども、そうしますとね、私が質問しているのは、常務に必要な機械や設備なんですよ、基地などを所有、あるいは準備せずとも、随意契約を締結できるのかって強いてるんです教育部長、えー。この契約のお締結に当たりましては、当然、えー、給食の 運送、まあ、配送ですか、それができるかどうか確認して、当然、その機器、それから人的配置、設備、これらについては、えー、確認をいたしまして、それでやれるということなので、私どもそこで発注しております、以上でございます成田芳雄議員。あのですね、そのために、それを準備してもらうために、処置投資を回収してもらうために、車両損耗量として、 あなた方は予算計上されてるんじゃないですか、いかがですか。これがですね、あなたが今、答弁されるように、要するに、業務に必要な機械設備、基ち等をですね、初めから準備してた、もしくは所有してたということにならないじゃないですか、いかがですか。教育部長。 えこの、えー、契約を、まあ、随意契約を行う前に、えー、この業務を行えるかどうかを確認いたして、えー、契約に当たったわけでございます、ですから、えー、私ども、事前、えー、この業者は当然、この配送に必要な車両なり人員なりは、えー、準備しているというのはつかんで、えー、契約を起こったもので行ったものでございます以上でございます。 成田衣装議員これでしたらですね、車両損耗料として、毎年度ここ、これまで3回計上しています、これはどういうことですか、それも100%です車、車両取得価格のですね 100%, 100、要するに、えー、1台当たり750万、その11台分、それを5年間を前提とした税契約、よって平成そ,れその中において、平成26年度は3回目でございますから、 平成26年度分として、車両損耗量として、5分の1を予算計上されているんじゃないですか、いかがですか。教育部長、えー。このトラックの経費につきましては、あくまでも給食運搬業務にかかる必要経費の一部というようなことを見ております。えー、いわゆる、えー、この学校給食のお使う自動車につきましては、 学校給食の運搬以外に使用しないということをきちんと決めております、さらには1年間の稼働日数が180日程度ということで、夏休みは休まる,よう休めるような休まる休むようなことになります、でえー、さらに、えー、車両の故障や事故があった場合など、これにつき,もつきましても、同様資料の代替車両や代替運転手、えー、そういうようなこと、さらには車両の調達や改造費用の経費と、 いうようなことで、えー、一応、必要経費の一部だというふうに見ておるわけでございます、以上でございます成田議員すなわちですね、今の答弁を要約しますとです、ね、要するに常務,務に必要な機械や設備、あるいは基地等を所有、あるいは準備設ずとも委託料の中に委託料はで,できるんだということではないんですか、確認しておきます。 教育部長契約締結の段階で、当然、この給食運搬業務がやれるかどうか確認しております、で、そのどういうものを業者がです、ね、手当てするか、その中身については私ども、周知しておりません、ただ、こういうことについて、その使用書に基づいた えー、使用に基づいた、えー、答弁中ですのでよ、正式にお願いしますそういうことを確認して、そこで、えー、契約をしており、ます以上でございます内田芳生議員私、ね、が今あの、質問したのはです、ね、常務に必要な機械とかですね、設備はなくとも、委託料の中に入れて、これは随意契約として、委託料としてそのあい、委託料としてできるんだと。 参入でででできるんんだとといいいうことではなすすかかかがですか教育部長、えー、持ってなくても、まあ、随意契約ができるのではないかというご質問でございますが、えー、私どもはこの給食運搬業務をです、ね、行うにあたりまして、えー、確実に履行できるかということを、その業者に求めて、 それでも業者ができる、当然、人、あるいは設備、あるいは機器も持っているということを答えていただきましたので、そこを信用して私ども契約しているわけでございいまますす以上でございます成田芳雄議員。えーっとね、教育部長は、ですね委託料は、委託料として参入できるのは、ですね車両や近い道具が,道具がなくても。 かかった軽視は、業務委託の必要軽視と捉えているという答弁なさったことはありませんか。教育部長、えー、トラックの経費、えー、購入改造につき,ましてもつきましては、あくまでも給食運搬業務にかかる必要経費の一部というふうにして見ております以上でございます。 成田芳生議員なんで,す、ね、ですから、車両総務料として、教育委員会としては、ですね、えー、昼食、運搬、トラックの車両総務料として5年間を、5年間にわたって、ですねその毎年度分を総務料として計上しているというふうになるわけですね。これが今までの質疑内容だったんですよ。そこでですねお尋ねしますが、本市の、本市のね、 委託契約は、常務に必要な機械設備などを所有する、えー、所有せずとも、ですね応札できるというふうになったわけですよね、違いますか、まずこれを確認しておきましょう。教育部長、えー。給食業務に関して申し上げますと、えー、あくまでもこの給食の 運搬について、必要なトラックとか、それから人的設備について、私ども個別にです、ねえー、これを持ってるか持ってないかというのは、えー、業者の仲間で行って確認はし,、えー、しておりません、業者について、えー、この給食運搬できるかどうか、人的な対応できるかどうか、それからトラックは手配できるか、そういうことを確認して、えー、それで契約に臨んでおります以上でございます。 成田吉田議員。これね、一番初めね、平成に、これ一番初めの、お予算案を計上されましたのもね、平成二十四年の六月定例会なんですよ。いいですか答弁はその答弁じゃなかったですよ。初めから車がなかったんですよ。そのためにですね、あなた方は、あなた方の答弁はですね、要するになかったから、運送が、運送組合の方に行って、そして、どなたが、 いただけいや委託して,いただけますしていただけませんかというふうに相談なさって、そのうち受託したいという方に、そのために車の損亡料として、5年間を前提として出していきますから、ぜひお願いしますというふうにしたって答弁してるんじゃないですか、なんですかな、ね、とかとは教育部長。えー、私ども この前の業者が業務を行うことができなくなったときに、次の業者、これを探したわけでございますが、トラック協会あたりにです、ね、お願いしてまいりました、で、ある業者がやってもよいというようなことが、話がありまして、そのときに伺ったときには、そのトラックはあるのかという確認をさせていただいたときに、そのトラックは、 えー、その従前の経営が行き詰まった業者から、トラックを譲り受けて、それで、えー、やるというようなことをお話しされました私もですから、そういうようなことがございましたので、この業者は十分やれるというようなことで、えー、その業者と契約を締結したわけでございます、以上でございます成田芳生議員、まあ。その点はね、その前の上車から車両を借り上げたという形になりますのでね、準備したと。 いうふうになります。しかしですね、そのために、平成、えぇ、ー、小中学校の二月からの昼食に間に合わせるためにですね、平成二十四年度、二十四年の六月定例会のにおいて、予算を計上しました。その段階ではですね、その人は、ただ借りてるだけ。そのために、今度は、五年間を前提とした随,、えー、随契約を,をですね、単年度契約として五年間をしようとした。 そしてその五年間の間にその拠地投資を回収しようというふうにあなた方は回収してもらうために予算計上したというふうに私に答弁しているんですよ。そうでしょうそうすると実際に先ほど私が言いましたように常務に必要な機械や設備、基地等所有または準備施設とも応札で、あの、追契約できるということじゃないんですか 教育部長先ほどからも、難病を申し上げているわけでございますが、私どもでこの給食運搬業務をお願いするにあたりまして、えー、トラックは持っているのか、それから人は手配できるのか、設備あるのかということを確認いたしまして、それで、えー、業者の方からそういうようなあ大丈夫だというようなお話があって、それで、えー、契約に臨んだというような状況でございます以上でございます。 成田芳生議員あのですね、えー、それじゃですね、お尋ねしますけどね車両、車両損耗料、何のため計上されてるんですか、それが一つ、それも100%ですよ、そしてまた、今、これまで3年度の、お3年間のお、3年間を前提とした随意契約を、今度は5年間伸ばしました。そのの年間伸ばしたいうのは車両法定 対応年数が5年間だからなんです。このようにあなたも答弁してるんです。そ,そういう点から考えていきますと、今になってですね、要するに、えー、先ほども答弁ありましたけれども、委託料の中には、要するに機械を設備する、それから基地、所有をしなくてもできると答弁してるんですよ。それは委託料の参入はできるんだと。 その経費は参入できるんだというふうなことも答弁してるんですよ、要するに整合性、ちゃんと取ってくださいよ。教育部長、えー、一つあの、えー、トラックの経費でございますが、えー、この購入改造などにかかるトラックの経費につきましては、あくまでも給食運搬業務にかかる出力費の一部だというふうに見ております。えー、それから5年という 内容でございますが、えーまあ、今回の契約も、まあ、随意契約によるものということからです、ねえー、やはり公的な基準に基づいた見込みが必要と考えて、一応、所得税法の対応年数に準じるということ、それから多種の状況とも考えて、5年というようなことを考えたわけでございます。以上でございます成田芳生議員 えっとですね、じゃあ、続いて、別な視、えー、点からちょっと質問しますけれども、委託契約はです、ね民法、民法の中で、民法ですね、の中でけ負け、請負い契約と委任契約のことを言うわけですね、一般的に。そして今回、出演してます、この就職運搬業務委託料は、この委託料でございますが、委託契約でございますが、 その中において請け負契,契,、えー、契約か、委任契約かということでございますが、えーまああのー、発注者の依頼、こちら、使用のとおりに、受託者が仕事を行って、その仕事の結果に対しまして、対価としての、えー、委任料、これを、 自宅車に支払うということをの内容でございますので、これ、仕事のいわゆる完成が目的でございますので、えー、これは講義、えー、の請負契約に入るというふうに考えております、以上でございます内田芳雄議員。たまたまですね、えー、予算計上上、ダークょというふうに、えー、今回の中,中小運搬常務だけじゃなくて、ですね他のところも使ってます。 すなわちですね、大半が請け,け負い契約なんですよ。で、請け負い契約の場合ですとね、どういうふうなことになりますかと言いますと、やはり、えー、設備とか機械とか、そういうのは持たなくちゃならないんですね。それがあってからこそ、応募ができるわけなんですよ。これは、どこでもそうなんですよね。それで、えー、お尋ねしますが、まあなかあの、なかなか話が合わない点があるんですけれども、 要するに、えー、要するにですね、要するにあなた方、言うのは、乗車は、随意契約の自宅者は、要するに近い設備を準備していたというふうなことを言っておらるんですか教育,長教育部長。 えー、随意契約をするにあたりまして、私どもできるのかということを確認したところ、えー、トラック、人員、それら設備ともにですね、えー、用意しているというようなことをお聞きしました、以上でございます成田芳生議員。えーっとですねそれじゃあ,あの 港地区とかです、ね、地帯津地区学校中職センターからの運搬は、C 所有の車両を利用した委託、乗務をしております。えー、それからですね、えー、この乗車は指名調査で決定されているわけでございますが、車両が交渉した場合、この場合ですね、要するに C 所有の車を使った場合、今、2台でフル回転しております。車両それもお、これまでの答弁の中でもですね、 言ってますように、20年近く、平成4年とか平成6 16年に購入したトラックを使っているわけですね、そのために故障がいつ発生するかは分からないわけですね、この対応はどういうふうに考えておられるか、それからまた、ですね委託、失礼しました、随意契約の中においても、ですねこれもフル回転なさっていると思うんですよ、10時代。その場合、故障が発生した場合はどういうふうに考えて、どういう対応を取られるのか、お尋ねしたいと思います。 今、市が所有,所有している車両を使っている2センターにつきまして、故障が発生した場合、これにつきましては残念ながら、あの瞬時に対応することはまあ難しいというようなことを考えております、それから今、業者が行っているところでございますが、この業者が行っているところにつきましては、予備者、それから予備人員、 それからそういうものをきちんと仕様の中に示してそして対応するように伝えてありますのでここにつきましては間違いなく業務の遂行が行われるという状況でございます現に今回のロウウイルスの問題がございまして車両が一部汚れたというようなことがございましたこれにつきましては代替の車両を用意して そして、大、え、学、ー、の人を配置して、そして、えー、業務を遂行したというような状況でございます、非常に、えー、迅速で、えー、素晴らしい対応をしていただいたというような状況でございます、以上でございます。成田芳生議員えっとです、ねあ。時間ないですか、あのそれじゃあ,です、ねあの、市の対応についてね、ちょっとわし、父村市のちょっと答弁お願いします。 市の所有して、所有者を活用,活用して、運搬業務をやっておられる乗車について、故障が出た場合はどうするんだということですね。それからですね、えー、まあ時間がなくなりました、最後にな,まなりますけれども、要するにあの5年間を前提とした随意契約を、単年度契約の随意契約をしておりますが、この契約を終了,終了した場合、市の対応はどういうふうに考えておられるんですか、お尋ねします。 教育部長、はいえー、市の,その2つのセンターの市の対応でございますが、これにつきましては、えー、当然、給食につい、まあ、できない、運搬できないわけでございますので、えー、給食を休むような形になると思います、でそれにつきましては、えー、すぐご家庭などに連絡して、それで弁当を持参していただくか、あるいは別な形でですね、えー、給食を 手配するいわゆる、えー、そういうものを手配するというような形になると思います、それから、えー、もう1つ、えーあ、5年経過した後の対応でございますが、今現在、えー、市が車両を持つ場合の対応、それから車両を持ち込む場合の対応、それなどについて、えー、検討しております。 で,えー、できるだけこういう状況をです、ね、解消して、えー、幅広く、まあ、地元業者が入札、参加できるような、そういう体制に持ってい,いきたいと、そういうふうに考えております、以上でございます成田芳生議員。要するにちょっと、ね、違うんですよ、5年終了したらどういうするか、それからです、ねえー、5年間随意契約があと2年で終わりますけれども、それ終わりましたら、この乗車 なな立場なんですよね実際、町村入札やるのがなんだろうがね。ですから、そういう場合、どういうふうなこの業者に対して、ですねもちろん一般町村入札に入った場合ですと、有意な立場になりますね。そういう点はどういうふうに考えてるんだということをとあの質問してるし、それからですね、えー、この間の答弁ですと、5年間でこの業務を終わらせるという業者を終わらせると。 いう答弁をいただきます。その点も合わせてお尋ねします。部長五、えー、年後の、まあ、体制でございますが。まあ、先ほど申し上げましたように。あの、幅広くまあ、地元業者が入札参加できるような。そういう体制を作りたいという,ようなことを考えております。それから、この随意契約による、この状況については。 あその段階でできるだけまあ解消してまいりたいというようなことを考えております。以上でございます。暫時休憩いたします。再開を十一時三十分といたします。